皆さんこんにちは、メゾキャン北海道です。今回私たちは北海道の東に位置する釧路市へ行ってきました。釧路市は人口約16万人、北海道内では6位と大きな都市です。この日私たちは高速道路を利用して札幌から釧路市まで約300キロ、時間にすると約4時間かかりました。釧路市へ到着したのは夜の7時過ぎ。今夜の夕食はスパカツで有名なレストラン泉屋総本店へ行きます。営業時間が20時半でラストオーダーが20時、急がなきゃ間に合わない。泉屋本店到着です。はい、定番のスパカツを注文しました。見た目の通りスパゲティの上にとんかつが乗っかっててボリューム満点。うわうまそう。これ鉄板だから熱々、なんかもっちもちしてる、この持ってる感じが。いただきます。熱くておいしい、もっちもち。カツスパカツ、それでお値段1300円。カツもおいしい。泉風塩だれのスパゲティか。うん、何これ面白い。うさまい広場クールクシロ。クールクシロってどういう意味？知らない。寒い町、釧路。かっこいいって意味だろ、クールって。あ、そういうこと。ちょっとこれ、うわなんだこれ、三河健一の釧路の夜知らない。釧路フィッシャーマンズワーフムーです。ぬさまい橋から見る夜景、ムーの明かりが釧路川に照らされてとても綺麗です。そしてこちらはぬさまい橋公園、釧路のシンボルマーク花時計です。1980年に設置された、直径約10メートル、鶴をモチーフにしたデザイン、2020年に LED に変更となり、釧路の街を明るく照らしてくれてます。こちら富士見坂は釧路市障害学習センターを結ぶ約300メートルの歩道で、2000年秋に通行できるようになったそうです。また富士見坂地下道は2001年に完成されたそうです。富士見坂に行く途中に出世坂があり、この坂を登ると出世するという諸説があります。下から見た出世坂は52段もあり、歩くにはとてもきつい坂です。出世坂の横にはぬさまい公園が隣接しています。釧路駅に到着で、知床摩周号は出発しようとしています。現在地はここ釧路駅。地球探索鉄道花咲線、釧路駅から根室駅まで結ぶ路線、約 135.4キロ あります。絶景を駆け抜ける花咲線、湿原や野生動物を見ることができる列車、一度は乗ってみたい。 JR北口の方に行ってみたいと思います。北海道色彩館。おお、あるんだ。あるんだ、釧路にもね。釧路にもね、色彩館。うん、ここだ。なんかカレーの匂いさっきからしてるの。 あれかカレーチキン。うんうんうん、釧路といったらカレーチキン発祥だからね。バンバンさん、はい、釧路のソウルフードです。うん、美味しそう。奥には待合があるのかな。うん、こういうスペースだ。いいね、懐かしく。これだ、うん、仮面ライダーに、うん、はい、本郷猛、松田聖子に田原俊彦です。猪木、あ、すごいな仮面、本物これ。いやいやいや、紙でできてると思うよこれは。世界で2番目に美味しいおやきの店、よっちゃんのおやきです。10時半からだった。絶対食べたい。釧路フィッシャーマンズワーフムーにやってきました。
それでは中に入ってみよう。レッツゴー。1階は鮮魚市場があり、いろんなお店屋さんで新鮮な海産物が売られていました。フィッシャーマンズバーフムーの、あ、出た、顔出しパネル。え、こっち何？なんかね、植物。あ、本当、ジャングルだ。ジャングル。平成元年にオープンした北地区緑地、通称エクと呼ばれており、一年中緑に覆われて釧路市民の憩いの場として親しまれています。足湯です。嘘、足湯だよ。嘘です。アホ。ムーの2階に行きたいと思います。よし、はい、連絡通路を通って、そして今2階に来ました。港の屋台さんは、うん、ランチタイム11時半から14時、夜の居酒屋は5時からオープン。あ、ランチはあるんだ。2階フロアは観光交流コーナーがあり、釧路の歴史のパネルなどがあります。またフリースポットサービスがあり、インターネットを利用して観光情報を調べられる多目的スペースとなっています。これ釧路港の船とかの模型かな。大塚製薬工場が釧路にあるみたいで。あ、それで大塚薬品とかポカリスエットとか。うーん、元気はつらつ、オロナミン C、はい、オロナミン C って言っちゃった。オロナミン C。 北海道釧路発三万馬魚政さんにやってきました。ここは券売機で買って食べる仕組みだそうです。ここでは釧路川を見ながら食事を取ることができます。今日はあいにくの雨。わあ、美味しそう。三万馬は食べやすいように骨を取り除き、秘伝の醤油ベースのタレに漬け込んだ三万、道産米ともち米をブレンドした炊き込みご飯に炭火でこんがりと焼いた三万馬、釧路川を見ながら店内でいただきました。サンマだね、油乗ってて香ばしい。そしてシソも入ってるからさっぱりしてる。米ももっちもち。次は魚政さんの隣にあるワールドナッツさんで釧路名物チーズせんべいを買いました。そして北海道土産のセレクトショップ丹波屋さんです。ここで夕日のお菓子と釧路サイダーを買いました。釧路切りサイダー、それから夕日チーズせんべい、これ釧路のね、はい、うん、全部名物。よいしょ、キリサイダージュース、チーズせんべい。1枚130円だった。これね、なんかボスがね、これは美味しいからね、買った方がいいよって言うから買ってみました。チーズをね、丸ごとこうせんべいにしたみたいな。うん、そのまんまチーズをプレスした感じ。釧路の空に広がるハーモニー、夕日。釧路の夕日といったら世界三大夕日だから。うん、開けてみるね。うん、じゃん、オレンジだ。やっぱり夕日をモチーフにしてるから、うん、夕日だ。じゃあいくよ。おお、中に赤いのが、あ、なんだろう。白あんと赤いのはラズベリー。うん、包装紙に書いてあったね。いや、まんじゅうです。おいしい。おいしかった。おいしかったね。東屋総本店竹楼園です。すごい庭園。ここ昭和天皇はそばを食べに来たということで有名で、東屋さんの総本店になります。竹楼園の庭園に入ってみたかったのですが、今回は雨が降っていたり閉店間近だったのでゆっくり見ることができませんでした。次回のお楽しみにしようと思います。それではお店の中へ入ってみます。エビ天ぷらそばを頼んでみました。美味しそう。
クロレラ入りの緑色のお蕎麦、だしに絡んで美味しい。美味しい。エビも2尾ついててすごく大きい。食べ応えある。めっちゃくちゃプリップリしてる。美味しい。こちらはざるそばを注文しました。めちゃくちゃ美味しそう。細麺なのにしっかりコシがあり、のど越しもよく、とても美味しい。そして東屋総本店でしか味わえないそば寿司を注文しました。お重箱の中からそば寿司が出てきておしゃれ。そばが海苔で包まれていて、そばの中に何かが入っている。なんだろう。そば寿司を食べるのは初めてで、酢と生姜の味がアクセントとなっており、バランスが絶妙。寿司醤油でさっぱり、いくらでも入っちゃう。ちゃんと寿司です。酢の味がすごいしてる。美味しい。売り切れでなくなっちゃうこともある。うん、また駅に戻ってきました。なぜかというと、朝行けなかったところがあるからです。懐かし感をやってなかったし、それからおやきの店、うん、このね、世界で2番目に美味しいというおやき、こちらにおやきの店、よっちゃんのおやきに戻ってきました。世界で2番目に美味しいおやきのお店、うん、言ったよ、よっちゃんのおやき言ったよ、それ懐かし感、懐かし感、喫茶店になってんじゃない。え、そうなの、うん、入れるんだ。入れるんです。中に入って、おお、あ、すごい。あ、ここすごい。今頼んだのはクリームソーダ、それとおやき、うん、世界で2番目に美味しいたい焼きです。2つ味買ったんだよね。うん、小豆と黒豆。黒豆。じゃん。小豆。懐かしい、美味しい。懐かしいクリームソーダ。何十年ぶりのなんか久しぶりのおいしい。バニラアイスだ。こういうの懐かしいわ、本当、ね、昭和に戻った気分。さすが懐かし感です。はい、ちょっと昭和に浸って食べてるわ。いや、めっちゃ楽しかった。もう懐かしか、ね、すごい。さすが2番目のお醤焼き、美味しかった。美味しかった。次はフィッシャーマンズワーフムーの向かいにある赤い文字で目立つ、カニロバタ焼きと書かれた大きな看板があり、海鮮ロバタ浜番屋さんにやってきました。まずは飲み物を注文。私は車の運転があるのでノンアルで我慢。ボスにノンアルを注いでもらい、ボスはビールでご満悦の様子です。乾杯。喉が渇いていたのでとっても美味しいです。事前に電話予約をしてから行ったので、炭の準備をしてくれていました。まず注文したのはイカ一夜干し。浜の母さんが全部いろりのそばで焼いてくれます。私たちはただ焼けるのを待つだけです。次に注文したのはホタテ貝。大中小という大きさがあって、私たちは中のサイズを選びました。食べ頃になると浜の母さんがやってきて、食べやすい大きさに切ってくれます。イカは焼けすぎたら硬くなるから早く食べた方がいいよと教えてくれます。すごく優しい。ホタテも食べやすい大きさに切ってくれます。何もしなくてもいいなんて、いやー贅沢な時間です。熱々のホタテ、食べやすい大きさに切っても身が大きいからプリップリ、甘みがあって美味しい。
最後にホッケの開きを注文しました。これがまた大きい。何度も何度も浜の母さんはホッケの様子を見に来てくれます。魚を焼いている間に周りを見てみると有名人の写真がずらり。おっと、油が多いホッケなので炎がすごく燃え盛ってました。ホッケも身がふっかふか。全部浜の母さんが焼いてくれたので全て美味しく食べることができました。美味しかった。今日は贅沢な時間を過ごすことができてとっても幸せです。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけねー、したっけねー。はい、ボスはテレコしてません。ずるい。